アイドルグループ詳しくないんですかミキティ、アイドルグループ名が覚えられないアイドルがすごい良すぎちゃって今って、えー、超ときめき宣伝部を知っていますか全員可愛くて歌唱力も抜群ですそこアイドルグループですか、えー、私もわかんないですいや僕も疎いんでとかアイドルグループ詳しくないんですか 全然詳しくないです。行政にいたじゃないですか。いや、でも、あのー、そうですね、もうアイドルがすごい居すぎちゃって、今って。うん、一緒に歌番組とかならないとあんまり分かんないですよね。へえなんか、若手アイドルグループとかがたまたまテレビに行ったら、お見てみようとかってもならないですか あ、でも見たりはしますけど、なんかそこの名前まで別に覚えるかどうかは、あんまり覚えてないかも。あ、こんな子たちいるんだ、みたいな感じですかね。あ、そういう感じなんですね。うんうんいや。なんか僕その IT 系なんで、なんか日本でこういうサービスができたよとかもって、うん、ほほーみたいなので、ええー。もう見,見ちゃうんですよね。なんかで。あ、そうなんだ。全然なんかその、どこの、 事務所だろうとか、全く気にならないですね。ええー、なんか一般の人みたいな感じです、逆に。ええ、こんな子いるんだって、本当に一般のママがテレビ見て、見てる感じですかね。なんかそのダンスとか歌唱力とか、なんかグループでこう踊り方とかこうやって合わせてるとか、うん、その細かいところとか見たら、こいつらすげえなとか、ここサボってんなとか、やっぱ一般の人よりは、情報量多く見れるじゃないですか。うんうん、あ、まあ確かに。そうですね。でも そうですね、だってそこを思ったところで、ね、どうにも別に私がプロデュースしてるわけじゃないし、なんか私がどうこう言うことでもないから、頑張ってんだなと思って見てますかね。な<え>、うんだからテレビとかで見てて、あこの子絶対売れるわ、みたいな子とかって、私、全然そんなの考えて、見てないかもしれない、もう逆にモーニング娘。うん、グ娘の全員の名前が言えないぐらいかも。 今何人なんだろうみたいな感じだけどでもこうやってテレビ見ててモーニング娘。がテレビに出てたらそれは見ますかねやっぱりあ今こんな感じなんだみたいなぐらいは見ます。というか興味はあるけどただそれが今何人いて<え>自分で能動的に調べるほどの興味はないと。 そうですねなんか会った時にあの一人ずつ知っていけばいいかなっていうでまあで、ね、どうせ誰がいなくなるかも分からんしみたいなそうですね順番にもほんと出たり入ったり激しいので<ら>はい次回のゲストは久保田さんが固まったこ,とかこれね確かあの10回嘘どうなる」っていうこれネタでやったんだっけな